はい、皆さんこんにちは。レキュミーライブオン YouTube ブルーステージです。この時間は、国宮の山本様にお越しいただいております。本日よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。それではですね、早速、企業説明の方に移りたいと思うんですけれども、多分学生の皆様もそもそもどんな事業をやってるかとか、その中でどう働くんだっていうところをイメージつかないと思うんですね。そのあたりぜひぜひ、山本さんの方から説明いただければなというふうに思っております。ではスライドの方準備できましたら説明の方よろしくお願いいたします。はい、改めて本日よろしくお願いします。国宮から参りました山本と申します。で、ちょっと冒頭お伝えしますとですね、レクミライブの、タイムテーブルのところにもあったかと思いますが、国宮はですね、前回5月の16日と本日5月の24日出展させていただいておりまして、本日に関しては主には、エンジニア向けですね、理系向けのちょっとご説明という形になっておりますので、まずは、お伝えさせていただきます。文系のこの方はですね、5月の16日に主にご説明させていただいているのと、2週間前ですね、レクミーチャンネル、YouTube 上のレクミーチャンネルで、レクミーの戸田さんと対談させていただいておりますので、そちらも合わせてご確認いただければと思いますが、本日も文系の方にもですね、知っていただけるような内容も盛りだくさんしておりますので、よければこのまま、ご視聴いただければ幸いです。で、簡単にちょっと自己紹介させていただきますと、改めまして名前を山本と申します。新卒で国宮に入社をしてですね、今11年目になりました。で、採用の仕事を、自分で手を挙げて社内で移動してきて、やっているんですが、今5年目になりました。もともとは、新卒で入社をした当時からですね、営業の仕事を6年間やって、その後採用の方に来ているというキャリアパスになっていますので、現場のリアルの話であったりとか、そのあたりも含めて今日何でも聞いていただければありがたいなというふうに思っております。学生時代のお話とか入社理由とかいろいろ書いているんですが、この後も説明させていただく、国宮がターゲットといいますかね、価値を届けるお客様として、なんていうの、関わらせていただいているこう働くという瞬間ですね、ここを変えたいなと思って国宮を志望して、入社したというキャリアになっておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい。で、この後ですね、まだ20分弱ぐらい、お話をさせていただければというふうに思うんですが、アジェンダとしては3つあります。今日お伝えしたいことと、2つ目、国宮の概要の部分ですね。で、3つ目、インターンシップの内容についても、簡単に触れられればというふうに思っておりますので、こんなイメージでお話を聞いてください。で、まず、今日お伝えしたいことになるんですが、すみません、これは別に国宮全く関係ないです。個人的なすごいメッセージになっちゃうんですが、特に理系の皆さんですね、これから、社会人になってどんなこうエンジニアになりたいですかというところをぜひイメージしながらですね、この後就職活動を頑張っていただければ嬉しいなというふうに思っています。で、テクノロジーの進化やっぱりめちゃめちゃすごいですし、AI ロボット発達めっちゃしてます。なので物を作る工程とかもですね、人が返さずとも作れるみたいな瞬間が出てくるかもしれません。そんな時代だからこそですね、皆さんどんなエンジニアとして今後社会と関わっていきたいでしょうか。で、これが多分人によって様々かなと思っていて、何を作るが大事かもしれないですし、どういうふうにものづくりに関わるが大事かもしれませんが、等しく、皆さん自身が成長できる可能性のあるフィールドを、ぜひ考えていただければと思いますし、そのために夏いろんなところを見ていろんな経験をして、いろんな失敗をして自分なりの働くを考えるヒントを見つけていただければ嬉しいなと思っています。国宮もですね、そういった意味ではなるべくこう働くに近いお話をこれからさせていただきたいなというふうに思っています。はい。で、続いてちょっと国宮の概要ですね、ここめっちゃ早口になるかもしれませんが、10分ぐらいでお伝えをさせていただきたいなと思います。はい。で、これですね、毎回聞いてるんですけども、国宮ってこう何やってる会社だと皆さん思われておりますでしょうか。はい。どっかで名前聞いたことあるなとか、なんかこういう商品見たことあるなとかですね、なんとなくキーワードだけでも思い浮かべていただければありがたいなと思うんですが、はい。こういうイメージ強いんじゃないかなと思ってます。文房具を製造販売するメーカー。なんかキャンパスってロゴ見たなみたいなところであったりとかですね。で、一部企業研究していただいている方からするとですね、例えば研究室の家具とか、なんか国許ってロゴ入ってるの見たなみたいな。オフィス家具を製造販売するメーカーだというふうに思っていただいている方もいらっしゃるかもしれません。ただ、間違いではないんですが、何のためにじゃあこういうメーカーとして文具や家具を製造販売しているんだろうかと、ここにまず注目していただければ嬉しいなと思っていまして、ありたい姿と書かせていただいてますが、国宮の、企業理念、思いみたいなものだと思ってください。長く6行あるんですが、上の3行だけ
お話しさせていただければと思いますが、我々はですね、まあ、メーカーとして位置づけされているので、まあ、商品を通じて、これはもちろんです。ですが、商品とサービス、物事を通じて何かを提供しています。で、2行目に何を提供しているかというのが書いているんですが、顧客の創造性を向上する価値を提供しますというふうに書いています。で、ここに文房具とか家具とか一言も書いてません。あくまで僕らが目指すのは顧客の創造性をいかに向上させるか。そのための手段として文房具であったりとか家具であったりとか、その他いろんなサービスをやっているというふうに思ってください。で、人が創造性を発揮する瞬間ってどんな時かなと思うと、もちろん働いて何かを生み出す瞬間もそうですし、そのためにインプットする瞬間もそうですし、で、この働く学ぶっていう時間が今や生活するっていう瞬間とめちゃくちゃ近くなってます。なので、働く学ぶ生活するっていう時間に対してアプローチをしているので、ちょっと言い換えると、人が学び考え創造するすべての時間空間をより良いものにするために、日常生活の中にあって当たり前なものことを生み出し続けていくこと、これが我々がやっていることなのかなというふうに思っています。で、それを実現するために事業として3つ展開させていただいているんですが、1つ目がステーショナリー事業です。これが文房具に関わるビジネスになっていまして、おそらく国用と聞いて一番イメージしやすいのがこの文房具という領域なのかなと思います。2つ目ですね、ファニチャー事業ですね。これがオフィス家具という側面を持つ、事業になります。ここでやっているものはですね、家具を作るだけではなくて、オフィス空間そのものを作るというような形になっています。今私がですね、お話しさせていただいている背景の設定ですね、ちょっと画面はめ込んでるの、私の顔半分消えちゃってると思うんですけど、これ国用の、エントランスだったりしますが、こういった空間作りみたいなところをやっているのがファニチャー事業です。3つ目、これが通信販売のビジネスになります。なので、メーカーとして物を作って、使う場所を作って、さらに届け方まで関わっているみたいなところが国用としてのビジネス展開になっています。で、今ちょっと画面上で数字を出しているんですが、これが一番最新のですね、売上の構成比率になります。文房具が 25%、オフィス家具事業が 41%、通販事業が 34% という形になっておりまして、実は一番知られている文房具としての姿が売上の構成比率としては一番今、低いという形になっています。ただこれ誤解を生むかもしれないので訂正しておきますと、決して文房具に力を入れていないわけではありません。全て等しく力を入れている中で、まあ、いろんなこう世の中の経済環境だったりとかで売上の構成比が若干変わっていますが、こんな構成比だと思ってください。で、特にエンジニア系の方ですね、メーカー企業の中に関わりますので、ステーショナリーとファニチャー、このお話をもう少し触れていきたいなと思っております。はい。まずはステーショナリー事業のお話になりますが、ちょっと文房具業界全体のお話を加えてお伝えをしていきますと、国内にはですね、約300社の文房具メーカーが存在しています。で、300社って結構あるなと思われるかもしれないんですが、ビジネスモデルは2つだと思ってください。1つは総合文具メーカー、もう1つは専業文具メーカーです。で、ちょっともう少し説明するんですが、なんとなくね、漢字を読んでいただくと、総合、幅広くいろんなことをやってそうだなと。専業、何か商品カテゴリーに特化して作ってそうだなと。こういう認識だけいただければと思いますが、実は総合文具メーカーって国内に数社しかありません。本当に指折り数えるぐらいしかない中で、国用は総合専業を掛け合わせた文具メーカーとして国内で、一応ナンバーワンシェアでお仕事をさせていただいています。画面の下の方にですね、ちょっとハッシュタグっぽくですね、3つ書かせていただいているんですが、まあ、特徴が3つだと思ってください。1つは、今国用が目指しているのは、消耗品として消費される文房具ではなくて、愛用品として、ユーザーが自ら選んで使いたいと思って使ってもらえるような文房具。2つ目の部分がですね、本当にこう年齢性別問わず、幅広いターゲットに対して価値を届けきることができる。3つ目ですね、このユーザーが使う習慣です、働く学ぶクラス、ここのシーンを支えるものづくりをやっているんだろうなと思ってください。で、エンジニア×文房具ってなかなかイメージがつきづらいかもしれないんですが、総合文具メーカーとして扱っている品番数が1万品番を超えます。めちゃめちゃ膨大な、プロダクトを作らせていただいているんですが、例えばメカニカル商品ですね、針の出ないステープラーであったりとか、シュレッダーであったりとか、ラミネーターであったりとか、もちろん、テープのりと呼ばれる部分ですね、ここめっちゃ機構が出てきます。電気的な話も出てきます。そういった意味では
文具を専門に学ぶ研究室ってなかなかないかもしれないですが、今まで皆さんが学ばれてきたことをですね、生かすものづくりは、ね、きっとできるんだろうなと思っていただければ、幸いです。一つちょっと商品をですね、事例を切り取ってお伝えをしたいなと思うんですが、グルーと呼ばれるですね、貼るという行為に関わるプロダクトというものをですね、実は昨年新シリーズとして発売をさせていただきました。で、これ、貼る行為にまつわるので、いろんな貼る瞬間があるんですが、例えばテープカッターですね。これ皆さん使われる機会少なくなってるかもしれないですが、使うシーンを想像してもらえれば嬉しいんですが、めっちゃ軽くて片手で扱えるぐらい軽いんだけれども、本当に片手で扱えるものって世の中にないんですよ。なぜならば軽すぎるので引っ張った時にですね、テープが移動しちゃうんですよね。逆にテープが固定されるものってめっちゃ重かったりします。なので軽いんだけど片手でちゃんと操作できるもの案外ないんですよね。これ実は商品の裏側に秘密があって、ちょっと詳しくお伝えできないんですが、ここにちょっと機構的な工夫がなされていたりとか、テープのりみたいなものも、形はもう決まっていて、その形をただ人は使うだけなんですが、テープのり自体の形をユーザーが変えることができて使いやすいような引き方ができる。ここも工夫なんかがあったりします。はい、2つ目の事業ですね、ファニチャー事業のお話をさせていただこうと思うんですが、ファニチャー事業でやってるのは商品と空間、プロダクトと空間どちらも関わっていますよと、これを通じて過ごし方をデザインするというところをやらせていただいています。で、オフィス家具もですね、本当に多種多様、いろんなカテゴリーがあります。だいたい4000から5000品番ぐらい現状国で扱っているんですが、扱う商品が広いからこそ、改めてここも働きを学ぶに関わる空間に必要なものを幅広く提供することができるんだろうなと思ってください。で、オフィス家具って、オフィス空間って、皆さんからするとまだまだ縁遠い場所かもしれないですし、イメージするオフィス空間って、すごくネズミ色の机と椅子が並んでいるみたいな、そんなものを作るのかなと思われるかもしれませんが、今、オフィスのあり方はめちゃめちゃ変わってきています。ちょっと背景ですよというふうにお伝えしましたが、国有のオフィスも今こんな形で、我々社員は働いていて、ここで使われるような家具を作ると思ってください。これも1個商品に切り取って事例としてお伝えしたいなというふうに思うんですが、イングと呼ばれるですね、椅子を開発しました。これ何が特徴的なのかなというふうにお伝えするとですね、360度自由自在に椅子の座面、座る場所ですね、ここが揺れ動くような形になります。なので椅子に座って固定されるのではなくて、ゆりかごに揺られるような座り方ができるというふうな椅子になります。で、オフィスチェアって案外機構の部分見えづらいかもしれないんですが、実は座面の裏側とかに結構メカっぽい機構が入っています。で、家具作りの面白いところがですね、この機構とデザインって実は一体化してるんですよね。なのでデザインも含めて機構を考えるみたいなところが、このオフィス家具のものづくりの特徴的なところかなと思います。はい、ここまでですね、ちょっと国有の事業のお話をしたんですが、エンジニア系の仕事についての特徴をちょっとお話ししたいなと思います。国有のエンジニア系の業務はサプライチェーンの中でも商品の企画開発と生産技術という2つの、フローに分かれていきます。このあたりまたですね、詳しく説明できる場も今後国有として設けられればなと思っているんですが、物を作るところと作るための技術に関わる、こんな2つの仕事があるんだろうなと思ってください。で、総じての特徴を最後お伝えすると、部品じゃなくて最終品、一部じゃなくて全部に携わることができるものづくりだと思ってください。あまたあるメーカーの中では、商品の開発、例えば、自動車なんかそうかもしれませんね、モーターを作る、シャーシを作る、バンパーを作る、いろんなパーツの開発者が掛け合わさって一つの商品というものが出来上がるんですが、国の場合は商品のサイズが正直めちゃめちゃ大きいわけではありません。だからこそ商品の企画段階からデザインから機構設計まで全部自分が関わります。これが商品開発者としての特徴的になりますし、生産技術に関しても、新しい新技術の導入の検討かけるいろんな商品カテゴリーの、テクノロジーに関わっていくような形になります。なのでこの商品自分が開発したんだっていうふうに、この商品のここを私は開発したんだよではなくて、この商品自分が開発したんだよっていうふうに言えるような仕事であったり、幅広い業務に関わるからこそ、いろんな知識と視点を身につけて、
バランスの取れたエンジニアになることができるみたいなところが国用のエンジニアとしての特徴かなというふうに思います。あと私がお話できるパートが5分ぐらいですね。なので最後インターンシップについてお伝えをして終了にしたいなというふうに思うんですが、国有のこの夏のインターンシップはですね、学ばれている内容に合わせて3つのコースをご用意させていただいています。事務系のインターンシップはこれ分離不問でご応募いただけるような内容になりまして、ファニチャー事業で営業という仕事をですね、ここを体感いただけるようなインターンシップです。エンジニアインターンシップはですね、今お話しした商品開発とか生産技術、ここを体感できるようなインターンシップになっています。あと一つ建築系と呼ばれるですね、実際の空間づくりに関わるインターンシップ、この3つをご用意しているんですが、まあ、今回、理系向けという形になりますのでエンジニアインターンシップにちょっと絞ってお話をさせていただきたいなというふうに思います。はい。で、このエンジニアインターンシップはですね、一言で言うと現場の実課題に取り組んでいただく、5でプラス2でというですね、長期インターンシップだと思ってください。で、実際に文房具とか家具とかですね、2つの事業と商品開発生産技術ってこの4つのコースに分かれて、実際の現場に配属されて先輩社員と関わりながらものづくりに取り組んでいただくという形になります。はい。で、詳細のスケジュールとかはですね、インターンシップサイトに書いています。私のですね、この今右側になりますかね、QR コードをですね、いやらしく貼らせていただいているんですが、ここはインターンシップサイト直接つながる内容になってますので、こちらも合わせて確認ください。で、特徴的なのがですね、キックオフと最終発表を通じて自分自身を高める時間を作りたいなと思ってます。まずはキックオフで自分の目標設定をして、で、参加する仲間を知って自己分析をやりながらですね、実プログラムである5日間の課題に、アタックしていただきます。で、5日間の間ですね、チューターと呼ばれる、先輩社員がみっちりついて、実課題に取り組んでいただいて、最終発表は国用の開発者がですね40人ぐらい皆さんのプレゼンを聞きに来ます。なのでリアルなプロからのフィードバックみたいなところも、お伝えすることができるので、こんなことも興味があればぜひご参加いただければ嬉しいなと思っています。で、取り組んでいただく課題もですね、このあたり参考程度に記載させていただいておりますが、本当に商品開発の、実テーマ、我々が抱えているような実テーマに、関わっていただくというような形になります。生産技術のも同じくですね、実際にじゃあ製造現場でどういうことが行われているのかなみたいなところをお伝えできるようなインターンシップかなと思っています。はい。インターンシップに関してはですね、国用スペースインターンで検索いただくであったりとか、QR コードからもアクセス可能ですので、このあたり、インターンシップサイトも合わせてご確認いただいて、ぜひぜひ、ご応募いただければ嬉しいなというふうに思っております。